おはようございます、9月25日の朝のコーヒーはですね、モカにしました。モカ、ナチュラルのモカであります。そして、今日の格言ですね。はい、乾いた粉はパチンコ台の風車である。風車というのが本当はどっちがいいのか知らんんですけど、風車であるのがいいですかね。なんか可愛らしくてね。あのパチンコ台でコロコロっとこう動く、あの大きく、なんつうんですかね、まあ山でいうと分水嶺のような感じですよね。大きく、変化しますよね。風車のとこに乗っかると どっち行くか分かんないみたいな感じで、その感じと、乾いた粉と、コーヒーの粉と、同じじゃないかというふうに思ってます。普通の釘っていうのが、まあ、どちらかというと小さな変化に対して、まあ風車の場合は大きな変化しますけど、その感じを、表現するのに、乾いた粉はパチンコ 台の、風車である、風車であるというふうに、表現するみたいな感じですかね。まあとりあえず、行ってみたいと思いますね。はい、まず量りを動かしました。はい、まず穴掘ります。あ、そうでした、そうでした。あ、一番大事なことを忘れておりました。はい、玉木の方ですね。ブルアンギフト、ここポイントはここですね。これチロルチョコなんですけど、代表チョイスのチロルチョコの、このプチロルと、あとあれですね、何でしたっけね、これチョコクロワッサンのチロルとから、クッキーですね、シナモンクッキーのチロルというこのチロルチョコレートなんですけど、これがこの、ブルワンと合うということを、代表が突き止めましてですね、まあ、昨日試飲して、チェックしたんですけど、これが面白いんで、これがおまけにつくことになりましたということで、ブルワンギフト、に、おまけでつきます。ただしこの場合 は箱なしの場合に限る、箱ありの場合は残念ながらつきませんという感じでございますね。はい、それでは準備していきましょう。穴は掘りましたよ。はい、お湯を用意します。まあ、この乾いた粉はパチンコ台の風車、風車であるっていうのも、まあ、KK さんの、アイデアをそのまま、今回だから3日連続で、採用したって感じですかね。うん、棒の中で実を言うと、前回の週刊フレーバー、違和感を持ってるわけで、そこの部分を次に証明する方法をですね、やっぱいろいろこう模索してるわけですよ。はい、蒸らしに入りましょう。真ん中を指さします。で、落ち始めたら周りにかけます。濡れてるとこと乾いてるとこの境界部ですね。どうしてもやってみたいっていうか、もう
自分のアイデアではないんですけど、武田コーヒーさんがやった、方法というのがありまして、武田コーヒーさんは、半分にぶった切った、フィルターの、フィルターをですね、ぶった切ったフィルターの状態で、横から見えるようにするというのをやったんですけど、あ、違う、しまった。やっちまったな。まあいいや。今日はちょっとしくじりましたね。蒸らし時間というところで、間違って押してっちゃったですね。まあしょうがないですね、これはね。まあ諦めましょう今日は。まあ諦めの状態なんで、まあとりあえず1分半のところで、まあコーヒー立てますけど、まあ時間とかなんかめちゃくちゃですね今日はね。もともと武田コーヒーさん、うちの店にわざわざネルドリップの指導に来てもらって、ネルドリップの、教室を開いてですね、やったことがあるんですね。でそのネルドリップに関しては、だから武田さんの、抽出方法を僕は基本的に採用するようにはしているんですけど、でその武田さんっていうのがどっちかというと精神論ではなく、結構理屈で合否を立てる方なんで、僕結構、好きなんですね。でそこの中でコーヒーに、まあコーヒーの粉にお湯をかけるとどういうふうに、な現象が起きているのかを、調べるために、まああれですよね、横から撮影してですね、横から撮影した状態で、やったんですよ。横から撮影して、何をやったかというと、お湯の動きというか粉の動きがどうなっているかというのをこう、写真に撮ったというのがあるんですけど、でそれを、動画でやってみたいなというのを、僕の中で思ってて、でそれの場合はコーヒーでは、コーヒーを使うわけですよね。で実際に、例えばビーズであったりとか、食紅であったりとか、そういうものと違って、本ちゃん使うっていう良さがあると思うんですね。例えばビーズっていうのはもう泡が出ないんで、コーヒーとは全く性質が違うわけですよ。でビーズっていうのは丸だから、水の流れが綺麗なのに対して、コーヒー豆ってまず第一にデコボコであることと、からもう一つはあれですよね、微粉が入っているということをですよね。そういう差が基本的にあって、まあ模型としては別段、この前の週刊フレーバーは悪いとは思わないけど、まあ大体自分で作っときながら、なんかすごい全否定してるみたいでおかしいですけど、模型としてはいいんですけどちょっと違うだろうなっていうのはちょっと、思ってて、それで武田さんの、なんつうんですかね、このいわゆる、ペーパーフィルター内で、どういうふうにお湯が動いてるかを、やってみたいなというふうに、今思っております。まあ実際装置的にはまあまあできて、あとは実際にそのように、動いてくれるかどうかだけなんですけどね、まあ、そこら辺ちょっとやってみようかとは思ってるんですけど、できるだけこうリアルな状態、つまりコーヒーのリアルな状態で、それを調べたいなというふうに、思ってるわけですよ。
つまりコーヒーを使った場合にこの乾いた粉はパチンコ台の、風車であるというふうなこの表現が、本当に正しくなるのかどうなのかというところが、結構見えるんじゃないかなという気が英語の中ではしているわけですね。だからそこら辺をちょっとやってみたいと思っております。まあ、今日は完全に、時間とかめちゃくちゃなんで、はい、ああ、あの噴火今しそうになったというか、まあ、し始めたところで、ごまかしましたよね。あの噴火っていうのは結局中から吹き出してくる、あの吹き出しがもうちょっと吹き出すと下から完全に上がってきちゃうんで、そうするともうあとやりようがないんで、出始めたところですぐに、ごまかさないとダメですよね。そんなごまかしが上手になることはいいことではないですけどね。はい、今日は完全に、しくじりましたね。蒸らしだとか、まあ蒸らしのとこまでが合ってて、ここまでが合ってるんですよね。この以降がもう全然めちゃくちゃになりましたね。はい、まあやっちまったもんはしょうがないですね。はい、なので、まあ今日はダメということで、データとしては何の役にも立たない。まあだけど、まあコーヒーはできてるんで、まあコーヒーを、お客さんに出すのは問題ないんでいいんじゃないかなっていう。この一回一回が重要ではなく、この全体の流れが重要なだけなんで、こういう実験の場合は、数をこなす実験の場合はね、うん、一回ぐらい失敗してもいいんですよ。どうってことない。ただ甘さは出ましたね。モカの甘さはね。せっかくモカの甘さが出たんだからデータが欲しいとこですが、まあやっちまったもんはしょうがない。うん。美味しいモカですね。はい。それでは。玉木後半。はい、ブルワンフルセット。このブルワンフルセットにも、チロルチョコがつくよというのが、新しく、紹介、しております。ブルワンセットの場合、ブルワンセットの場合も、箱入りではない場合はチョコがつくよ、チロルチョコがつくよ。っていう風に、まあ、あの前半で紹介したんですけど、このブルワンフルセットの場合はもうチロルチョコはつくは、ホームブレンドはつくわ、あと結構おまけがまあまあつくんですよね。うん、何がついたんですかね、神秘がついたんですかね、帰りの神秘が ついたんですかね。これですね。これがおまけでつくんですよ。うん、これでもってホームブレンドとチロルチョコがつくという、まあまあまあ結構、おまけ、てんこ盛りという感じの、ブルワンフルセットというのもございます。ですからちょっとチロルチョコがおまけでつくようになりましたよというのが今回の案内ですね。はい、とりあえず今日は完全に、データ飛ばしてしまったって感じでございますね。はい、ということで、今日のコーヒーはですね、
はい、モカでございました。で、今日の格言、乾いた粉はパチンコ台の風車である。はい、KK さんの格言でございますね。はい、KK さん3連発の格言となっております。はい、ということで、今日はここまでにして仕事に戻ります。